今日は台湾の IWI というメーカーのハンドスクリプトという万年筆を提供していただいたので紹介していこうと思います。しっかりと缶のケースになっていまして、取扱説明書も入っていました。缶のケースの方も真鍮らしい風合いみたいなのを感じますね。カチッと留められるようなケースではないんですけれども、これだけデザインが良かったらいろんなところで使えるんじゃないかなと思います。では万年筆について見ていきましょう。 IWI はかつては欧米ブランドの OEM 製品の製造を請け負っていた企業で、その時の技術を生かして台湾で誕生した筆記具ブランドとなっています。最近は台湾文具が激アツですよね。これから台湾で次々とデザイン性の高い非常に凝ったものが発売されていくと思うんですけれども、こちらの万年筆はどのような書き心地なのか詳しく見ていきましょう。こちらはハンドスクリプトのレトロブラスという万年筆でして、とにかく渋いんですよね。剥き出しの真鍮に環境に優しいエコフレンドリーレザーという本革が使われた万年筆です。キャップ式の万年筆ではめた時にはカチッと音がします。実際に持ってみると非常にコンパクトな万年筆ですね。手のひらに収まるような持ち運びがしやすい万年筆かなと思います。剥き出しの真鍮は買った当初であってもだいぶくすんだような非常に味を感じられる表面となっています。転換には IWI とロゴのマークが書かれていますね。ペンの後ろのところには黒いゴムがついていて、キャップを閉じた時にもはまるようになっています。キャップを後ろにしてみると意外と長いんですよね。書くときは思った以上に長いサイズだったので、これは結構驚きました。スペイン製の環境に優しいエコフレンドリーレザーという初めて聞く名前の革が使われています。合皮ではなく本革のようですね。革のつなぎ目は見えることは見えるんですけれども、目立たないようになっていまして、結構上手に加工がされているなといった印象を受けました。ただジヌインカウハイドファイバーメイドインスペインという感じで文字が書かれているので、そこはちょっと残念かなと思いますね。わざわざここに文字を刻印する必要はなかったんじゃないかなと思ってしまいます。ペンの内部にはカートリッジインクがもともと入っていまして、万年筆のサイズと同じようにかなり小さいサイズですね。コンバーターも付属していまして、結構簡略化された構造です。革で巻かれた鋼軸のところにも内側には真鍮が使われていて、結構ずっしりとしています。ペン先はステンレスでできているので、これは鉄ペンですね。ステンレススチールの上に23金のゴールドプレートが薄く覆いかぶさっている感じなので、見た目は金ペンに見えてしまいます。ニブはドイツのピーターボック社のものを使っているそうです。今日は刺すだけで使えるカートリッジインクを使っていこうと思います。1時間ほど待ってようやく使えるようになったので、ちょっと書いていこうかなと思います。書いてみてなんですけれども、インクのフローがだいぶ渋かったですね。本来万年筆っていうのは筆圧を全くかけなくてもインクが出てくれるっていうのが理想なんですけれども、筆圧をかけないとかなりかすれてしまうなと思いました。自分が気に入って使っているウォーターマンのエキスパートの万年筆は筆圧をかけなくてもかすれることなく出てくれるので、それに比べたらインクのフローがだいぶ渋いですね。ただちょっと撮影の時はインクのフローが悪すぎて酷評みたいな感じでなってしまったんですけれども、実はフローを良くする方法っていうのがありまして、あまり個人でやることはお勧めしないんですけども、ちょっとペン先を押さえながら少し強めに紙に押し付けてスリットを開くことで、自分の場合はだいぶフローが改善しました。ただそんなに力を入れすぎてしまうとペン先が壊れてしまうので、これは自己責任でお願いします。現時点ではまだ完璧とまではいかないフローなんですけれども、使っていきながらフローを改善させていこうかなと思います。直し方とかそういうのがわからない人にとっては、万年筆ってこんなにかすれてしまうものなのかと誤解を与えてしまいますし、 Amazon のレビューとかを見ていても結構フローが渋いっていう意見が多くて、個体差もあるとは思いますが、もう少し最初からストレスなく筆記ができるようにしてほしかったなというのは思いますね。線の太さはエキストラファインとなっています。グリップにはむき出しの真鍮が使われているので、使っている時に金属特有の匂いっていうのが手についてしまいました。それが気になるという方もいると思うので、購入される際はちょっと注意してみてください。値段は5000円プラス消費税となっています。初期段階で筆圧をかけなければ書くことができないぐらいインクのフローが悪かったので、個体差はありますが、もう少し初期段階から改善してほしいなと思います。
改善次第でどうにかなるかとは思うんですけれども、ただ一つ金属の匂いがつきやすかったりするので、そういうことを考えると取り扱いは少し難しいかなと思いますね。デザインは本当に素晴らしい万年筆で、5000円の割にはかなり重厚感を感じられたので、もう少しペン先の快適さっていうのが初期段階から欲しかったなと思います。いろいろと調整してみてどんな感じになったのかっていうのはまた後日動画で紹介できればと思っております。ということで今日は IWI のハンドスクリプトのレトロブラスという万年筆の開封でした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。